どうも白石秀則です。このチャンネルは44歳の音楽家そしてシンガーソングライターの白石秀則と猫3匹との生活や BMSG BE:FIRST を中心にですね、音楽リアクションをしてみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露してみたり、自分の音楽の経験談を話してみたり、 BE:FIRST のバイグッバイが踊れるまでダンスレッスンをしてみたりしている、そのざっくりとしたチャンネルでございます。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。はい、先ほどノベルコア君のミュージックビデオを9時公開ということで見させていただいたんですが、なんとですね、BMSG さんやってくれるじゃないかということで、ミッションミッションのエクストラエピソード01-2、まあ公開されるだろうとは思ってました。明日はね、 BMSG の重大発表もありますし、しかしですね、まさか同じ時間帯に公開するとは思っておりませんでした。 BMSG さん怒涛のね攻撃ありがとうございます。いや素晴らしい。エピソード01-2ですね、エクストラ、海龍くんと聖斗くんのですね、未公開シーンのインタビューの未公開シーン、ということでちょっとねすごく楽しみなのでね、2人のことをね、まあ、あの海龍くんはちょっとまあ雑草で、ね、その当時のね、ちょっとだけだけども彼の心境とかは雑草の時に聞けたし、本編のねミッションミッションでのインタビューでも少しね顔というか表情がね明るくなったなーっていうので、まあそして1年以上経ってるからすごくスキルアップもしてて、彼の歌声がすごく楽しみな状態、そして聖斗くんもですねすごく柔らかい口調でちょっとほんのりしたというか、すごくいい優しい人だなっていう、まあ、好印象なので、二人のね、ちょっと、未公開シーンを見てですね、もうちょっと、二人のこと知れたらなと思っております。じゃあ見ていきましょう。せーの、ポチリ。三次審査の時は結構、なんか、切羽詰まっちゃって、あんまり周り見えてなかったんですけど、あ、でもなんかすごい、なんか、例えばの例とかで言うと、すごいあの子なんかカメラ慣れしてるなとか、僕すっごいしてなかったので、それ。まあ、あんまり緊張しいな方ではないんですけど、まあ、カメラの前に立つって、ほとんどの人が多分、あんまないと思うんで。でもなんか結構、ちょっと芸能の経験ある子だったりとか、まあ、僕よりちょっと経験豊富な子もいたので、そういう子たち見ながら、3時の時では、やっぱちょっとすごいなって思っちゃったりとか、うわ俺ここまでできないなとか、3時の時点ではいずれ絶対できるっていう自信はあっても、その日はもう1日2日でのオーディションだったので、その時もそうだし放送を見ながらもすごい感じましたね。やっぱり自分を出すってすごい魅力的なことだと思うので、それができなかったらやっぱり芸能人というか、そのアイドルとかそういう人としてはなかなかの欠点かなと思うので、見せれなかったら、そこですかね、一番感じたのは。それでもなんか放送見るの嫌じゃなかったですか？まあでもやっぱり放送見ながら感じたのは、やっぱり自分は落ちてしまったけど、放送というか、まあ、そのオーディション自体というか、まあ、自分が出てたとこもそうだし、落ちてしまった以降のその合宿編とかもそうですけど、やっぱ見ながらすごい、まあ、納得いかない気持ちも多分あったと思うんですけど、でもやっぱり見ながらそれでも思っちゃったのは、いややっぱり最初にこのオーディションが始まる前に感じた、この会社こんなこと言ってるんだったらこうなっていくんじゃないのかっていうのがすごいなんか実現されていってて、すごいかっこいいなって思うからこそ、もうめちゃくちゃ嫉妬して、多分自分が、そんなかっこよくないなって多分思ってたら、多分その悔しい気持ちも多分なくなっていくと思うんですけど、いいなーって思いすぎて、なんか、家族の中でもちょっと放送のことあんま触れないみたいな流れてて、でも弟はめっちゃズバズバめっちゃいいやんって言って、うるさいわとか言いながらやってて、っていうのがあったんで我慢できなくて途中で連絡したって感じだったんですけど、やっぱりちょっと苦しいのは、気持ちは正直ありましたね、はい。どうですか、東京の生活は。そうですね、まあでもほとんど今はレッスンと家で、まあ、ちょっと SNS したりしてるので、まあ、それのなんか歌取ったりとかだけなので、
まあもうちょっと慣れてきたかなっていうのは、なんかなーなーになってるとかそういう意味じゃなくて、ダンスとかだったらもう動画とか見たらもうめちゃくちゃまだまだ下手だし、うわーってとは思うんですけど、まあもちろん言っても一番最初に比べたらなんかできることが増えてきたかなとかはダンスはちょっと感じますね。歌は、ね、なんか逆にものすごく出来上がっちゃっているところからその癖を削っていく変わったボイトレになってると思うんだけど、はい、まあ、どこ行ってもそんな感じですどうですかその辺。まあグループするからにはまあ癖めちゃくちゃ強くても多分あれだったなっていうことは自分でも分かってるので、完全に消したくないっていう気持ちもあって、まあそこのバランス見ながら、まあ、続けて同じことずっとやってるっていう感じです。そのダンス始めたきっかけが仮面ライダー電王っていう佐藤健さんがブレイクダンスをやっていて、それを見たのが本当に初めてのきっかけで、そこからいろいろそのヒップホップであったりいろんなジャンルを試したんですけど、その中でやっぱり自分にしっくりきたのがブレイクダンスだって、それが小学校4年生ぐらいだったんですけど、そこからずっとブレイクダンスをやって、昔から歌が一番本当に苦手やって、でも家族からも言われまくっとって、向いてないよみたいな、もう本当聞けないみたいな言われてて、もうやっと最近もう本当、まあまだ全然ですけど、ちゃんとちょっとずつ歌えるようにはなってきて。グループでやっていくとしたら、なんかどんなグループになりたいとかありますか？どんなグループ、なんだろう、そうですよね、例えばいいですか、例えば本当に王道なんですけど、本当ビッグバンみたいな感じのグループを自分の中では想像してて、そうですね。ビッグバンのどういうところ？やっぱなんか声質もそうやし、なんか一人一人個性があるというか、なんかそれを追求していったら、本当いいグループになれるんじゃないかなって思ってます。で、ザ・ファーストファイナルも、ね、見に来てくれたと思うんだけど、彼らのステージとかを見てどう思いましたか？率直にやっぱそのアーティストとして見たときにやっぱすごいなって思いました。本当に自分まだまだなって思いました。落ち込んじゃった感じいや楽しいんですけど、まあもっと頑張らないなって思ってどの辺がなんかすごく、まあ、いろいろあるんだ。一番自分的に衝撃を受けたのがそのあのエディやって、もう一番会場をもう一人でめっちゃ駆け回ってて独占しとったのがめっちゃ記憶に残ってて、ふわみたいな、まだ15歳とかでこんだけできるのってもう自分まだまだやなってずっと思ってたっすよね。はい、ミッションミッションエクストラエピソード01-2インタビュー with 海竜&生徒を見させていただきました。うん、率直にですね、もう海竜はもうフレッシュ、うん、なんかこうフレッシュ、うん、アスリートみたいな目がバキバキだし、やってやんぞっていう感じがね、まあ、雑草の時も見受けられたけど、うん、なんかすごく今勝負してるんだろうなっていう顔が僕はすごく好印象ですね。あの引き上げた、なんかその、言葉、なんて言うんだろう。発声的にはですね、若干鼻の後ろにこう、ぶつける感じ。で、こう、スッとね、息をこう、ぶつけてる感じ。で、両気はちょっと前にぶつけてるんですよ。鼻の、
ああってここにぶつける感じ。だから人それぞれ癖があるんですよね。で、それがやっぱ特徴になっていくし、まあ、そのぶつけ方、しかし喉を開いてぶつける場所をこう変えていく。それで構成、発声の方法が変わってくるんですけども。まあ確かに癖をね、取りすぎるのは僕もあんまりね、いいと思いますね。癖があった方が、まあ、両機もそうだけども、やっぱりグループにとって癖がある人っていうのは大事なので、まあ、要所要所、癖がありすぎるとこだけ、ちょっと、こうね、引いて、要所要所ね、自分らしさで戦っていってほしいなと思いますね。そして、自分のこう、雑草の三次審査ではこう、自分の表現する、ことが、まだこう、ね、そんなに経験値もなくてとか、言ってて、でアイドルとか芸能人はそういう表現がやっぱすごいし、それができないのはあれだって言ってたけど、マーゼルはアーティストですから、アーティストというのはこう溢れ出ちゃうものだと僕は思っています。その溢れ出ちゃうの後に技術、表現をする技術なので、体力持ってるので、アーティストとして溢れる表情、表現っていうのは持ってますので、そこに、感情にこうあって表情とかをつけていく。芸能アイドルは逆に表情からぶつけていって、こうね、アーティスト性をこう、まあこう順番が違うと思いますね。アーティスト性をしっかり出していく。そこに、それをこう自分の作品をしっかり表現するために表情とかね、表現能力をつけていくということなんでね、焦らなくて大丈夫だと思いますね、彼は。で、せいとくんがね、やっぱね、柔らかいよね、喋り方が。もうなんか、ちょっとこう、ね、一言聞くだけでもうすぐなんか、ほわーっとしちゃうというか。だから多分、僕まだ過去の動画とかも見てないですし、この彼がダンスしたり、ね、歌ったり、ラップしたりするギャップっていうので、やられちゃうと俺は思いますね。あんなにほわーっと喋ってた子はこんなかっこいいのみたいに俺はなる。と思う。うん、ギャップってやっぱすげえ大事だと思うんで、ほわーんとしてる感じけど、多分根性あって負けず嫌いなんだろうなっていうのも、やっぱこういうところに集まってくる人はみんな負けず嫌いなんで、なんかそういうのがほわーんとしてるけどありそうで、すごく楽しみですね。ほんで2人とも家族の話するしね、なんかそういうのも垣間見えて嬉しいなと思いました。はい、いやいや、明日は重大発表だし、明後日はミッションミッションだし、もう大忙しよ、私。皆さんも相当大忙しだね。はい。というわけで、明日また会いましょう。今日はですね、海竜くんと聖斗くんの未公開シーン、インタビューのね、見させていただきました。ちょっとね、また少しだけ彼ら二人のことを分かった気がいたしました。はい。ということで、また会いましょう。白石ひねねでした。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ブン。